グランドアロー号グランドアロー号グランドアロー号は広島県広島市と島根県松江市を結ぶ高速バスである。1950年に一般道経由の特急急行バスとして運行を開始したという日本の中長距離バスとしては屈指の歴史を持つ。日月線、芸美線経由の急行地取りが廃止された後は両都市を結ぶ唯一の公共交通機関として徴用されている。 広島市内を除いて、クローズドドアシステムを採用していないため、沿線となる、広島県美北地区、島根県東部と広島市、松江市を相互に結ぶ、地域間路線としての位置づけも有している。1日18往復運行。うち15往復は停留所が少ない特急便で、さらにそのうち9往復は、広島バスセンター松江機関をノンストップで運行。運行体制は広電。 一畑が、それぞれ9往復。内訳は普通便、松江行きが、広電1本。一畑2本。広島行きが、広電2本。一畑1本。特急便は、松江行きが広電4本。一畑2本。広島行きが、広電2本。一畑4本。ノンストップ便が、松江行きが広電4本。一畑5本。広島行きが、広電5本。一畑4本。 全便座席指定制予約も可能だが、当日空席がある場合には、予約なしで乗車でき、現金で支払うことができる。ただし同一県内での予約は、当初からできない。かつては、広島電鉄便のみ、パス P 以降かの利用が可能だった。三好インターチェンジ3時、バスセンター国道54号道の駅エメランド、ふのしもふの退場。 府の横谷赤な黒島とんばら掛屋ミトや、キスキミトやキスキ IC 太島停車停留所。広島駅新幹線口大塚駅間層後のみの利用は不可。原則として4列、シートトイレ付きのスーパーハイデッカーハイデッカーを使用する。かつて、広島電鉄便には元ニューブリーズ号用の車両を転用したダブルデッカーの運用があった。なお、車両運用の都合上、 広島電鉄はメリーバード号と共通運用となっている便もある。ありがとうございます。